ナムセン。レオ。That's all。国神は。おいレオ、なんで一緒じゃないんだ。あいつは世界一のストライカーになる人間じゃなかった。それだけのことだ。あいつが、苦味がこんなところで終わるはずないだろ。終わったよ。俺が綺麗に地獄へ送ってあげました。ハートもまっすぐで、清く正しく美しかった。あの無垢で真面目なクソヒーローは。ふざけんな。お前が国神の何を。だからどうでもいいんだって。お前の物語とかさ。ちぎれ。やるなら全然やるけど。ヒサロ触覚。ヒサロじゃねえ、太陽光だ。はいはい、そこまでにしろ。才能の原石だ。どうやら日本サッカー界のお偉いさん方はこのブルーロックを今すぐにでも潰したいらしい。ということで、次の選考は3週間後、アンダー20日本代表対ブルーロックイレブンのスペシャルビッグマッチだ。この試合に勝てばアンダー20日本代表をジャックできる。あいつら鼻で笑ってマッチングに快諾してくれたよ。結果俺たちは負けて笑い者にされて、俺は至って冷静に現実的に断言してやる。今のお前らなら日本サッカーをひっくり返せる。とはいえ奴らメンバーにプラスは愛しさえを初招集。さあ全てをかける時は来た。アンダー20日本代表の座は夢物語なんかじゃなく、行くぞ。才能の原石ども、時代を変えるのは俺たちブルーロックだ。この手で自分の人生を完全に変えられる試合、ブルーロックは終わらせない。世界一のストライカーになるのは俺だ。